ってってる中川翔子です。ですね、今日は憧れの場所に来ました。すごく緊張してます。結構この YouTube 始まってから一番緊張してるかもしれません。すごいとこに来ました。なんと渋谷のギャルカフェです。ギャルカフェです。ギャルがいます。こんにちは。憧れてるんですけど、なりたくてもなれなかった皆様なんですよ。憧れの皆様なんで、今日はなんか元気をいただける気がしたので。やばいやばい、やばいお願いできますか。ギャルなんですよね。はい、そう、ギャルカフェテンションのここ11代目店長みさまるさん、言うからよろしく。みさまるさん、すごい。店長の他に元コスプレイヤーで、コスプレでなんかいろいろお仕事してて、まあ、兼なんかそういう DJ アニソンとかかける DJ とか、まあ、あとなんかバーベキューやったりとか。で、でもギャルってえ成り立つの？誰でも成り立つ。私はだからオタクに優しいギャル代表で。資格って何ですか？資格があると思うんですけど。検定がある。ある。ギャル検定。とりあえずナイラ長くしたいわ。確かに。長っ。長っ。小指しなけば。小指しなけば。ナイラ長くて可愛いでも。可愛い。それだけちょっとような感じでした。すいません。ちなみにだけど、ここは線の毛を禁止だから。開始15分ぐらいどうですか？一言もほぼほぼ喋ってない。喋らない。かっこいい。でも私の憧れるギャルの本物がいる。高校の時に、ほら中学の時ってさ、オタクが虐げられし時代だったんですよね。10年ぐらい前に。で、絵描いてるだけでキモいって言われてさ、でも高校に入ったら絵描いてたら、絵うめえじゃんって話しかけてくれたんですよ。だからギャルはいい人なんですよ。なんか明るいとかさ。第2ラウンド行けますか？ちょっと待って。誰かあのタオル投げる準備しといて、新入社員の人。お願いしますね。行きます。はい、すいません。オッカーあるんだ。そうそう、これがギャルカフェテンションのコースターになってて、あ、かわいい。でもガーッとやばくて、
そっからメニューが出てくる。令和のメニュー終わったらぶち飛んでくるから。ね、ここにあのシステムが書いてある、書いてあるんだけど。おぉ、いいやん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 、下にルールが書いてありますね。そう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 。もう一つが、あの、私、店長が作る、なんかその気分やオリジナルカクテルみたいなのが気になる。そうそうそう。ちょっと印象とか見て、造形も創作だよ。造形創作あれか、なんか見た目っていうかっていうと、まあ、可愛いからっていうのもあるんだけど、うちのそのコンセプトが、まあ、ギャルはギャルなんだけど、その海、なんかその渋谷のその海の家のギャル、うん、渋谷の海の家みたいな。そうそうそう、だから基本的にも明るい服着てみたいな。海の家にあるギャル一番よギャルが嬉しいな、そうだから、あの、私のようなものにも作っていただけますか。めっちゃいいな、OK ですよ。やめて、めっちゃ使うじゃん。バンビっぽくないなんか。バンビ。怖くない？バンビ。バンビ知らず？知らね。なんかさ、こういうこういう鹿。あれ鹿なのバンビ？なんかこういうの。ギャルたちだけでさ、こう盛り上がってるのが面白い。面白い。知らない。なんだそれ。え、これ似てるの？似てる。これ？その昔バンビデビュー当時。バンビじゃん。自分でつけたあだ名がありました。アジアをかけるミラクルバンビと。あの、やる歴はどれぐらいなの？全然わかってない。ね、それは気づいたらギャルかもしれない。わかってない。わかる、ワンちゃん産声からギャルかもしれない。生まれたギャルかな？そういうの、生まれた時からもう。生まれる前から。親がやばい。泣き泣きだって。あげあげあげ。あげと泣き生まれた。両親もオラオラみたいな感じだったんですか？なんかポンコツ。ポンコツのポンコツで生まれてきた。あのギャルの定義を今日聞きたいなと思ってきたんだけど。定義。ギャルになるには何から入ればいいですか？髪の毛？それともメイク？髪の毛じゃないな。何も考えないところから。マインドから。マインド。どうしよう。え、ギャルじゃねえ。どうしようかな。ギャルだったらもうみんなギャルだから。そう、ポジティブにいけって。ネガティブにいけ。ちなみにバンビさ、休日何やってんの？何してんの？どうやって過ごしてんの？寝そべってベッドの中で。ダメダメ。外に出よう。外に出よう。ギャルは何やってんすか？外行って私は酒飲んで。海バーベキュー。海。なんかギャルって自立が早いイメージもありますね。なんかありますよね。その若さで店長とこちらがある両方やってます。ありますね。あるあるあるね。バンビ。汗がすごい。中川翔子の推し上一番喋ってないと思いますけど。一番喋ってないですね。でも嬉しい、教わってる、ね、お友達の 99.9% インのものだろ。勉強になるやろ今回。ちょっともっとギャルについて学んでいきたいと思います。動きが気持ち悪いんだよ。あの、この髪の毛のキラキラがついてて可愛いね。あ、やばい。ねえ、キラキラしてる X テ。そんなのあるんだ。そう、私もここにね、つけて。え、足全部抜けた。抜けた。抜けたらよくね。いいのかな、つけて。絶対可愛い。つけてほしい。ギャルってさ、年齢とかって関係ある？関係ない。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 ついてあげやとか言ったよ。ついても、どう？ね、お待たせー。本当に喋ってたのに作ってたの？めっちゃ可愛い。どういうこと？オリジナルカクテル。ピンクで可愛いんだけど、進化もそこだ。ぶっ飛んでるんだけど、なんか調和もしてるっていう。これね、これもメニュー。メニュー。見て見て。ワッフルとこれ持って皆さんと写真撮っていい？やばい。やばい。嬉しい。いきます。せーの。
で買った。ありがとうございます。ありがとう。まずエアドロで送って、エアドロで送って。ギャルは悩んだ時はどうするんですか？悩みなんてない。ない。失恋するとかあるんじゃないの？次行く。次行く。次行く。次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 。ギャルっていいところつけるの上手くないですか？これもかっこいいよね。ありがとう。オッケーする。あ、できた、できた。ちょっと待って、これ乾杯する前にルールがあるんですよ。何、何、何、ギャルのルール。ちょっと、ここの乾杯言葉があるんだけど、うちらが今日も元気にって言ったら、今年一でかい声で、チョリオツってやってほしい。チョリオツ。チョリオツ。チョリオツ？チョリオツ。オッケー、オッケー。わかりました。じゃあ、いくよ。はい。今日も元気にチョリオツ。待って、あの、シートまで塞がれて、シートまで塞がれて、ごめん、元気上がってる、塞がれてる、マジで一滴も飲めない、食べちゃうしかないです。やばいのが、これゼリーだから絶対吸えないんだよね。なんかめちゃくちゃ元気になりますね。なった、元気になった。ないよ。これ、これこれこれ、面白い。書いてる線で、え、そこ下まつげ書いてる。うわー、まつげ書いてる。うわー、すごい。漫画みたい。もう前でね、メイクじゃなくてお絵かき。色なんか白白コピック使ってる。それでハイライト描いてるギャル。すごい。ギャルの恋愛感聞きたいんだけども、どんなタイプが好きなの？めっちゃ赤くなる。めっちゃ赤くなる。じゃあ見た目は？見た目は、ちょっとイケメンじゃない人が好き。自分が見たら好きな顔。顔なんで。そうなんだね。中身重要じゃない。見た目イケメンじゃなきゃ嫌だとかそういうことじゃなくって、いいなと思ったら好きになる感じなのかな。まあ、ギャルを嫌いって言ってるやつは嫌だ。あ、やばい。嫌だね。それは嫌だね。え、ギャルの将来の夢って何？うちはトラック乗って。うわデコトラの？あんじゃん、あれをマジで自分でやりたい。めっちゃかっこいい。女の子がやってたらめちゃめちゃかっこいいけどな。確かに。リタは？夢あるんだね。夢？うん。楽しく生きる。それかもしれないな。なんかそんな夢とかない。なんかもう今行くのに。ねえ、めっちゃ。なんかだった。それで。いいかもしれない。何してるのかな。楽しく生きたいっていうのは、だってそれ言ってるとつまり楽しく生きていける気がするもんね。そうなの。それに関してもじゃもじゃないんだね。私めっちゃマルチにいろいろやってるから、でっかくなっていいよね。後悔したくない。分かる分かる。全部やりたいって。なんならハワイに住みたい。そういう似合う似合う。住みたい。あ、だから国作りたい。国作りたい。え、そうだね。こういう感じだ。やばい、大統領になりたい。うちの国みたいな。すごい。どういう人が日本を明るくしてるか。やばい。ギャルっていう国を作りたい。ギャルっていう国。ギャルっていう国を作ってほしい。本当夢。だってさ、なんか多分さ、なんかさ、ギャルって何喋ってんだろうと思ったらこういうこと話してたんだ。すごい面白い。え、そう、やばいよ。わからない。私もここになんか来た時に、本物のギャルだから、私結果ね、結局オタクが思うギャルだから目はいいんだもん。でも初めてここに来た時に、もうなんかギャル中身なさすぎちゃう。おい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 なんか入っちゃいけないのかと思ってた。ちょっとまた来たいです。めちゃめちゃ楽しかったです。嬉しい。マジで本当に。
です皆さん。ずっとずっとこういくつになっても憧れ続けてるんですギャルに。でなんかそのギャルたちは受け入れてくれました。そして遅いなんかないとか年齢関係ないとか、その私の憧れてる概念を最初から持ってました。そういうことだよみたいな、なんか結論がギャルでした。なんでいつかちょっと今度は本当に金髪にして皆さんでメイクしてもらって、そういうことがしたいのと、いつかみんなと海に行きたいです。テンションな、テンションだよ、最高だよ、ね、ぜひ皆さんも来てくださいということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ぜひ皆さんには今後もおチャンネルと仲良くしていただきます。よろしくお願いします。感動した。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。